サワイアンチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、サワイアンチャンネルでした。しゃ、はい、ということでね、やってきてまいりました。今僕リツビングにいるんですけど、今日ね、今ね、急遽企画変更してお送りしております。実は本日ね、別の撮影があったはずなんですけど、ちょっと皆さん一度ね、時計の方をちょっとご覧ください。11時、23分、現在時刻11時23分となっているのですが、本来のね、我々の、チームの集合時間は11時でございます、ね。僕、カナツペス、ユウと、3人ね、もうメンバー揃ってるんですけど、あと1人足りないじゃないか。その人物はつまりお兄ちゃんなんですよ。お兄ちゃんがまだ起きてないんですよ、実は。爆睡中なんですよ、はい。でここ最近結構集合時間ギリギリで起きてたりしてたんですけど、今回ついに寝坊爆睡お兄ちゃんしております。まあね、昨日ね、夜中までめちゃくちゃ夜中まで生配信やってて、かなり過酷なね、配信を乗り越えたんで、まあ致し方ないというわけなんですけれども、ぜひねこの機会にちょっととある検証をしたいなと思っておりまして、ズバリどんなに疲れて寝ていても確定演出が流れたらすぐ起きる説、こちら検証していきたいと思います。僕が、ね、今からね、これお兄ちゃん起きちゃったらダメなんですけど、じゃ頑張ります。僕が寝室に潜入してスペクタ、確定演出スペクタを流した時、爆音でね、お兄ちゃんならね、プロゲーム実況者ならもうバゴン起きてすぐ活動し始めるはずなんですよ。だから早速ね、今からね、寝室に侵入してお兄ちゃんに最高の、おはようお兄ちゃんをかましていきたいと思います。お兄ちゃんが、すぐに、目覚めたら皆さん高評価ボタンをお願いします。わかりましたね。起きたら高評価ボタンで約束ですよ。はい、ということで、ここからね、命がけの検証をしてまいりますので、最後まで、この動画楽しんでいただけたら幸いでございます。ということで、やっていきましょう。しゃっ。はい、ということでね、今から寝室の方に潜入していきたいと思います。こちらスペクタ準備完了です。これを押したら流れ始めるんで、もうね、この寝室の方に行ったら僕はね、喋れないので、皆さんもね、静かにしといてくださいね。じゃあ、行きましょう。
おはようお兄ちゃんってことで、すごいよ、見た、奇跡だよ、みんなあの今日11集合だったからさ、ちょっとあの寝すぎちゃったかなっていうあれだったから確定値流しちゃった。11時もう20分過ぎ。生配信お疲れ様です、本当に。いやでもこれすごいことが起きたよすごいことが起きたよ。これもう大バズりだよ、これ。この置き方は革命が起きた。毎日この俺確定値流すよおはようお兄ちゃん。どう目覚めはちなみに これここだけの話なんだけど、俺みんなにね、サーが起きたら、サーがすぐ起きたら高評価ボタンでっつったんだよ。すごいよお兄ちゃん、これみんな押してるからね。心臓に悪いからやめよう。本能的に来ちゃうから。ああ、なるほど、確定ですよね。よくない、体への負担がでかすぎるから。これ今、エネルギー切れちゃった今。やばいな、疲れました。もう一回流すよ。やめろ、ダメ。おやばいやめろ、ならねえから。いやでも、これでね、まあ、検証結果、確定演出が流れたら、お兄ちゃんはすぐ起きる。もう、これ決まったから、結論出たから。決まってないんで、頑張ったんだ。多分、10日だなと思って、頑張ったカメラ回ってなかったら、お前の顔面ぐじょぐじょにしてたよ、普通に。まあまあ、カメラ回っといてよかったねっていう。半目でお前、カメラの存在をお前認識して、お前頑張った。顔面つぶる確定演出だった。一回定期検査。Okay. 涙できたのか、目が起きすぎて。いやすごい、俺ちょっとマジ感動した。これすごいよ、みんな感動したと思うこの目覚めには使えんの、パンイチで。使えてるでさあ、普段パンイチだもん。でこれユニフォームだ。ユニフォームみたいな認識あのマスコット YouTube それ認識してんの。マスコットキャラクターみたいな。ユニフォームって認識できてる。できてる、できてる、ちゃんとできてる。マディビルダーの体ではないよ、正直ちゃんとデスターってこれ、あれこれデスターパンツ。これデスターパンツないよ。もしかしたらパンツ出るかもしれない。もしかしたら出るかもしれない。まあ、これでね、でちなみに今日もう、元々の撮影はなしだから、もうこれでもう企画一本取れちゃったから、もうそれは熱い。うん、もう本当に過去一の効率重視。それは熱い。ほら、すごいことになってるわけ。まあ、てことでね、まあ、企画大成功、お兄ちゃんスーパーハツピー、目覚め最高。俺思い返せばさ、俺の挨拶でお前が目覚めてたのと同じだな。そうだよ
振り返れば。そう、そっから始まってるからね。その時代が懐かしいな、今思えば。で、俺の入ったーまでお前がホッとか言って目覚めてる。同じ顔してるもんだってあのみんなサメちゃん見たらわかると思うんだけど。俺あれ何時からやってたっけ。あれは全然もっと早かった。9時とか、あ、じゃあもっと8時とか。なんであんな早くやってたんだよ。顎バキってなった。ねえ、顎バキってなった。きっと、まあ、てことでガチでなんかさ、髪型がかっけ、上がランニマリスの皇帝ペンギンみたいな髪型。オッケー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 。まあということで、またね、あの起きたくなったらいつでも行って起こしに行くから俺確定したなんて。はい、ってことでね、まあみーちゃんスーパー発揮ということで、皆さんね、また、これからもね、コノコさま、あ、コノコさま、押さなかった、もう、押しちゃってるんですよ。サウが起きたからはい、ということでね、今後もね、サワヤ兄弟を、よろしくお願いいたしますということで、また次回の動画でお会いしましょう。ボワーイ。